はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はですね、私の治療技術セミナーの全課程を修了された先生がいらっしゃいますので、この場でご紹介させていただければと思います。ではですね、まずは簡単に自己紹介からお願いします。はい、島根県松江市越原で慢性腰痛専門整体院海藤を営んでいる海藤明宏です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、海藤先生ですね、今回私の治療技術セミナーの KTR テクニックセミナーの全課程を修了されましたので、このような証明書を発行させていただきました。この場で読み上げさせていただいて授与させていただければと思います。はい、海藤明宏殿、貴殿は KTR テクニックインストラクター養成講座を受講され、キネティックトリガーポイントリリーステクニックのインストラクターとしての理論実技の全課程を修了されました。ここに KTR テクニックインストラクターとして認定しましたことを証明します。令和5年9月8日 KTR テクニック協会代表桜香さん、おめでとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、ということで今回ですね、海藤先生は私の治療技術セミナーの全課程を修了されたということなんですけども、この動画をご覧になっていただいている島根県松江市で長年の慢性腰痛でお悩みの方に対して海藤先生から一言メッセージをいただけますでしょうか。松江市でも長年腰痛で苦しんでいる方たくさんいらっしゃるんですね。それでどこ行ったら分かんないって悩んでいる方は、ぜひ当院のホームページ見ていただいて、しっかり見ていただいて、来てお電話いただければいいと思いますので、ぜひ来てください。はい、ありがとうございます。そうですね、やっぱりその長年の慢性腰痛の方っていうのは、その腰の痛みがあったとしても腰しか見ていないっていうパターンがすごく、はい、多いのかなというふうに思います。はい、なので腰がなぜ痛くなったのか、その痛みの原因は何かっていうところと、やっぱりそれを私たちが施術するだけじゃなくって、その後に患者さん自身でもケアできるように、まあそのセルフケアの指導だったりとか、まあ、生活指導、姿勢の指導、体の使い方の指導というところまでですね、やっぱりしっかり行っていただくことによって根本改善というところにつながってきますので、まあ、そのやり方とか考え方っていうのはですね、すべて海藤先生にお伝えさせていただきましたので、島根県松江市で、はい、腰痛でお悩みの方はですね、海藤先生に頼っていただければと思います。はい、海藤先生のですね、治療院のホームページ下の説明欄に貼り付けておきますので、ご覧になっていただければと思います。またですね、海藤先生以外の全国の私の仲間の先生のですね、認定医の先生の一覧のページというのもありますので、そちらもですね、下の説明欄に貼り付けておきますので、ご覧になっていただければと思います。ということでですね、今回私の治療技術セミナーの全課程を修了された先生がいらっしゃいましたので、ご紹介させていただきました。動画をご覧いただきありがとうございました。した。